躍動する一日の始まりを告げるかのように朝もやを縫って回送する東武鉄道二百系両毛号。平成11年3月のダイヤ改正から両毛号は急行から特急にランクアップ。車両はすべて新型の二百系で統一。スピードアップも図られて、まさに東武鉄道メイン列車の一つ。東武リミテッドエクスプレス両毛号が赤いラインで風を切って走ります。東武鉄道の始発駅浅草。両毛号はデイタイム1時間、利用度の高い朝夕はほぼ30分間隔で運転。観光輸送をメインの日光線系統の特急スペーシアに対して、こちらはビジネス客中心の伊勢崎線系統。両毛号北千住駅の開業に合わせて、上り同様下りの両毛号も全て停車。利用しやすくなったと大好評です。ちなみに下りの乗車口は特急急行専用ホームからです。
川に架かる橋を渡るともう群馬県です。特急両毛号のルーツは昭和28年から運転を開始した定員制の有料急行です。車両は日光線で特急などに使われていた5310系や5700系。当初は1日1往復でしたが、次第に利用者から好評を博し、増備増設されていきます。それに伴って愛称名も上毛、上津家、赤木、そして両毛などと実にバラエティに富んだ呼び方をしていました。昭和40年代に入ると日本経済は高度成長期に突入。東京と両毛地域とを結ぶ伊勢崎線の輸送力増強を図るために新型車両が登場。それが赤い急行と呼ばれ、ペコちゃんの名で親しまれた東武鉄道の名車1800系です。1720系と1720系のすれ違いです。